皆さんこんにちは、おいしい引き出しの英子です。今日は成形まで前日仕込み、朝起きて30分で焼きたて、お札とチーズのちぎりパンを作ります。甘いさつまいもとチーズは大好きな組み合わせです。今回は3種類のチーズを入れて小さいサイズのちぎりパンにしました。ちぎりパンは型に入れて焼くことが多いですが、型がなくても大丈夫。タッパーにオーブンシートを敷くだけで簡単に作れちゃいます。よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは生地作りスタートです。材料紹介です。強力粉、薄力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、牛乳、練乳、そしてマヨネーズ。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず最初にイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の砂糖の中から一つまみ、だいたい 1g くらいを入れます。そしてここにイーストを振り入れて、イーストをよく溶かしたらブクブクと泡が立ってくるまで10分から15分くらい室温に放置します。ただいまの室温は22度です。次に粉類を合わせます。強力粉、薄力粉、予備発酵に使った残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。はい、イーストの予備発酵が終了しました。10分ほどでこのような状態になりました。今日はイーストの量が少なめなのでブクブクもいつもよりは控えめです。これを生地を作るボウルに入れるんですが、その前に皆さんお気づきですか？あのね、セリアさんの丸いタッパー、新しいの買いました。これね、すごい透き通ってて綺麗で、下のほら、この布巾の柄が見えるんですね。ちなみに、これが今まで使ってたやつ。曇ってしまいました。ほら、全然違うでしょ？ほら。今日からはこの新しいタッパーを使おうと思います。綺麗なタッパーの中に、くるくるくると回転させながら、じゃっとイーストを入れます。はい、ここに30度から35度くらいに温めた牛乳を加えます。牛乳の温度は季節によって変わります。春と秋は30度くらい、冬は35度くらい、夏は、常温か冷たいものを使います。今は冬だけど暖房が効いていて室温がそんなに低くないので、今日は30度くらいのものを使っています。ここに先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。少しずつ入れて、その都度よく混ぜるようにすると混ぜやすいと思います。はい、粉類が半分ほど入って、このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をして、室温に10分置いておきます。はい、10分経ちました。ではここに練乳とマヨネーズを加えます。練乳は 12g、 マヨネーズは 15g、 チューブのものは量りながら加えています。では軽く混ぜます。そしたら残りの粉を全部加えます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。ヘラでボウルの周りを一周して、粉をこそげ取ってから切るように混ぜています。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間。容器を立てて、上から手で押さえて、ヘラの根元を持って、向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、1分ほど混ぜると生地の状態はこんな感じです。ではボウルの周りをきれいにします。ヘラに生地がいっぱいついていたらきれいに落とします。今日はあんまりついてなかった。では下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回くらい返します。なんかボウルがさ、きれいだととっても気持ちがいいですね。ずっと使い続けているとこの曇ったものが分からなくなるっていうね。そんなになんか曇ってると思わなかったんだけど、比べてみるとあまりにも違ってちょっとびっくりしました。はい、これで OK。 蓋をして
今度は30度から35度くらいの暖かいところに20分置いておきます。私はいつものように熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの中に入れておきたいと思います。20分経ちました。20分経つと水和が進んで、このように生地が伸びるようになっています。それでは1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。使っている油は太白ごま油ですが、香りのない植物油だったら何でも OK です。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。はい、20回ほど伸ばして折りたたんだら、生地の表面を張らせるように整えます。蓋をして、また30度から35度くらいの暖かいところに20分置いておきます。はい、20分経ちました。それでは2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。2回目のパンチは伸びにくいので、伸びにくかったら5、6回で OK です。生地の表面を剥がせるように整えたら、2倍になったのが分かりやすいように表面を平らにならします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで温かいところで一時発酵させます。引き続き熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの中で一時発酵させたいと思います。では中に入れる具材の準備をします。まずはさつまいもから。今日は蒸したさつまいもを使います。このふかし芋は冷凍保存してあったもので、前日に冷蔵庫に移して解凍したものです。まず両端を切り落として1センチぐらいの輪切りにします。これは市販の焼き芋でもいいと思います。焼き芋やふかし芋はじっくりと火を通すことで砂糖なしでもとっても甘く仕上がります。輪切りにするとこのように簡単に皮を剥くことができます。皮を剥いたら1センチぐらいの角切りにしましょう。ふかし芋や焼き芋は冷凍すると1ヶ月ほど保存が効くので、多めに作った時は冷凍がおすすめですが、そのまま使ってももちろん大丈夫。少し前にご紹介したフライパンで焼くおさつとチーズパンに使ったさつまいもあんでも美味しく作れます。さつまいもの種類によって食感が違いますが、今日は紅はるかを使ったのでしっとりとして、解凍するとこのようにペースト状になりました。一つに 35g ぐらい使おうと思います。このように準備しておきました。今日はチーズも3種類用意しました。これはピザ用のチーズ、これはクリームチーズ、こちらは、プロセスチーズ、今日はこういう切れてるチーズを使いました。2枚使いました。それぞれ 15g 前後用意しました。これはお家にあるお好きなチーズを使ってください。はい、一次発酵が終了しました。2倍くらいの大きさになるのに今日は1時間くらいかかりました。生地の状態はこんな感じ。では重さを測ります。 294g でした。着地失敗しました。軽くガスを抜いて、今日は3分割、1つ 98g に重さを揃えます。はい、同じ重さに揃えました。では丸めます。この時底はしっかりと閉じなくても大丈夫。固く絞った濡れ布巾をかぶせて15分ほどベンチタイムを取ります。
はい、今日はこちらのタッパーに生地を入れて冷蔵発酵させたいと思います。おなじみダイソーさんで購入したプラスチックコンテナ200円商品になります。適当な大きさにカットしたオーブンシートをくしゃくしゃに丸めます。それを広げてタッパーに入れるだけ。これで型の準備ができました。簡単。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして、手のひらで軽くガスを抜きます。そして綿棒で伸ばします。綺麗な面を下にしました。15cm×15cm ぐらいの正方形にします。そして準備しておいたこのフィリングを巻いていきます。まずさつまいも、この上下を少し開けておきます。でプロセスチーズ、均等になるようにこんな感じで散りばめました。そしたら巻いていきます。まず最初に1センチぐらい折って芯を作ります。そして少しずつこう細かく巻いていきます。巻き終わりはつまんで閉じます。残りも同様に巻いていきます。巻き終わったらそれぞれ4分割にします。形を整えてオーブンシートを敷いたタッパーに少し間隔を空けて並べましょう。軽く手で押さえて同じくらいの高さに揃えておきます。乾燥しないように霧吹きで表面を湿らせます。蓋をして最終発酵は冷蔵庫でオーバーナイトさせます。一次発酵をオーバーナイトする場合は野菜室に入れますが、野菜室の方が温度が高いので成形してから発酵する場合は過発酵にならないために冷蔵室に入れています。オーバーナイトの目安は8時間から12時間ぐらい。ではおやすみなさい。おはようございます。冷蔵庫に入れてから11時間経ちました。生地の状態はこんな感じです。可愛らしく発酵しています。1センチから2センチぐらい外側に折ります。そして角の部分をネジネジするとしっかりとした型ができます。これで OK。 乾燥しないように霧吹きで表面を湿らせます。乾いた布巾をかぶせて余熱をする間オーブンの上に置いておきます。はい、220度で10分間余熱します。その間、生地はここで待機。はい、余熱が完了しました。ではここにピザ用のチーズをかけて焼きたいと思います。チーズの量はお好みですが、今日はねちょっとたっぷり 60g ぐらいかけたいと思います。では210度で15分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。210度で14分焼きました。お好みでパセリを振りかけます。はい、これで完成です。朝起きて30分で焼きたて。今回はふかしたさつまいもと3種類のチーズを使いました。さつまいもの種類やチーズを変えていろいろとアレンジができると思います。甘いのとしょっぱいのの無限ループ、朝食やおやつにぴったりです。ぜひお試しください。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。